はい、というわけで DJ ワイザーのお悩み相談室、先週に引き続き今日もですね、ゲストは、ジャイコナイト名古屋の龍也くんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、いや1本目面白かったですね。いやーね、そう、ただ CEO のね、そう、ただなんとニット裏返してたらしいんでこんななんか始まる前にこう髪型をこう先週の放送を皆さん一回振り返ってみてください。ニット逆らしいんで始まる前にこう 髪をねこう整えてるのを僕見えたんですけど、そんなことをしてるくせにニットを逆に切るっていう、この抜けてる感じが優也くんのね面白いところなんですよ。よくやるんですよ、よくやるんですよ、本当に受けるツイートしときましたので、また見といて、あ、さすが龍ちゃんって書いてきました。さすがで、さあそういうわけで2本目いきましょう。はい、はい、2本目の質問は2本目、なんかな、先週のそのお話でもあったんですけれど、うん、まあ、そのやりたいこととか自分のことをまあ発信するっていう話はあったと思うんですけど、なんかそうだな、なんて言ったらいいかな、こうやりたいことってやっぱりこうなんかいろいろなんかあるじゃないですか。ありますね、大きいものから小さいものから、うん、ありますあります、うん、でなんかなんだろうな、あれもやりたいこれもやりたいっていうのをこう言ってると、うん、それは逆になんだろう、こう信用につながらないんじゃないかなっていうのを思って、なるほどね、なるほどね、お前あれもこれもやりたいやみたいな感じ、なるほどなるほど、そう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 、なんかそれはなんだろうな、で僕の場合も実際それこそ2年前とかはちょっと背伸びしてたのかっていうところもあると思うんですけど、ミュージシャンになりたいとか、ファッションのなんかコーディネーターになりたいとか、なんかそんな感じのこと言ってたんですけど、いざこうなんだろうな、やってみると、なんか自分そこまで情熱を持てない自分がいて、でそれでこう、まあ諦めてしまうっていうところがあったんですけれども、でなんかそれでなんかあれこの前それやるって言ってなかったっけとか、そうそうそういう話になって、なるほど、でも やってるうちになんかでも違うなって感じになっちゃったんだよねって話をして、そうそうそう、なるほどなるほど、なんかでもそれってなんかその信用とはまた違う話なんじゃないかなって、なるほど、そう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 、なるほどなるほど、いやこれね僕それでいいと思うんですよ、うんうん、ただそれでいい、それでいいと思う、なるほど、例えばミュージシャンになりたいって言ってて諦めるのもいいと思うし、うんうん、ファッションコーディネーターやりたいって言ってて諦めるのもいいと思うんですよ、うんうん、ただ大事なのは、うんうん、なんだろうな、諦めた時にちゃんと言えるかだと僕思うんですよ、うん、これマジで、うん、なるほどなるほど、うん、いろんなことやりたいっていうの結構 OK だと思ってて、うんうん、だって要はね、やってみて無駄なことなんて何一つないんですよ、うん、やってみて違うなって思ったら、うん、要はこうなんか宝がこうものすごいこう荒野にどっかに埋まってるよって言われて、うん、一箇所掘ったけどそこ違ったから埋めたみたいな感じじゃないですか、うん、だから当たるまでどこか探していくっていうのは全然いいと思うんですけど、うんうんうん、やっぱな、僕はそれを言ったからには、うん、ちゃんとやめたっていうことも言った方が僕はいいと思うんですよ。ああ、なるほどなるほど、そうそう、要は結構みんなダメな時ってやっぱ言わないじゃないですか。言わないですね、言わないじゃないですか、言わない、そう、でもね、ダメな時ほど言った方がいいんですよ。なるほどなるほど、そう、なぜなら、みんな同じようにダメ、やってみてダメだったことって経験してる人がほとんどだから、うんうんうん、けどみんなそれをなんとなくかっこ悪いなとか恥ずかしいなって思って言えずに、うん、ちょっと自分と向き合わずに流しちゃって、うんうん、次のことに言ってるんですけど、うん、そういう人がやっぱ多い中で、例えばリュウ君これやってみてちょっとダメだったっていうことを言ってたら、うん、そんな人たちがどう思うかって言ったら、うん、あ、この人めっちゃ自分に対して正直な人やなって僕思うと思うんですよ。あのね、前、僕ちょうど四日市で、ね、ここ四日市で SNS の、うん、座談会っていうイベントをやった時に誰も来なかったんですよね。そうで SNS のコンサルタントを名乗ってるくせに、うん、やりますって言って誰も来なかった結構恥ずかしいじゃないですか。で、恥ずかしいし、それを言ったらワイザー人気ないなってみんなが思って、うん、僕の元から人が離れていっちゃうんじゃないかなって僕思ってたんですよ、うん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 、けど一回なんかイベントやりますとかって言っちゃってるから、うん、このイベントがこれだけ SNS で可視化されてたら、うん、まあ、みんなそんなに僕のことを必死に覚えてることはないと思うけど、うん、でも見てる人からしたら、うん、
あ、ワインさんダメな時は言わないんだなみたいな感じで思われるなって思ったんですよ。だからもうダメだった時もちゃんと言ったんですよ、誰も今日来なかったと、でそれも、投げやりに言うんじゃなくて、ちゃんと悔しいっていう思いも込めて言ったんですよ。あ、来なかったけど別に、気にしてないですみたいな感じで自分のこう感情から逃げて言うんじゃなくて、いや本当にちょっと悔しかったし、本当にこう価値を伝えようと思っていろいろ準備してたけど、今回ダメだったと、でも、また頑張ろうみたいな、本当にこう自分の気持ちをストレートに書いて、ブログとツイッターとフェイスブックに上げたんですけど、めちゃめちゃ反響良かったんですよ。あ、それが反響、それがそれが、そう、しかもめちゃめちゃこう好意的なメッセージばっかり来たんですよ。アバイザンさんでもそういうことあるんですねっていうものから、自分に正直な姿がかっこいいですとか、逆にこう信頼できますとか、もっと言ったらそれから仕事もらったりもしたんですよ。へー、なんかすごく信用できる人だから、なんかコンサルしてもらいたいですみたいな、でその時に思ったのが、誰もがそういうさっき言った経験ってあると思うんですよ、やりたいこと言ったけどうまくいかなくて、流しちゃったって、でそこから逃げちゃうと、何も変わらないんですけど、そことやっぱ一回向き合って、それが悔しかったとか、本当にこうなんか、自分なんだろうな、うまく言えないけど結局悔しいですよね、悔しいっていう思いをちゃんと言えたら、同じように思ってる人がめちゃ共感してくれると思うし、そういう人を責める人ってそうはいないと思う。確かに、いない。でも、それをスルーして、あれやりたいこれやりたいって言ってたら、いやお前なんかいつもそればっかじゃないみたいな感じで思われちゃうっていうことはあると思う。確かにな、気合った方がいいんですよ本当に。そうかそうか、いや僕の場合だったら多分これまでだったら、なんかやりますで、うまくいかなかったです、でなんだろうな、それやりますって言ってたの多分そんなにみんな覚えてないだろうなっていう感じでこう流したってたんですよね、おそらく。わかります、わかります。そう、隠す、確かにそのやっぱ、やめちゃったんやっていうのも恥ずかしかったし、多分みんなそこまで僕のこと覚えてないだろうと思ってこう言ってなかったんですけれど、でもやっぱりそれでもこう言った方がいいんですね、もう。そうね、でね、今ので言ったら僕は、やりたいっていうことを言い続けてないところ、要はその伝わってないっていうところが、またもったいないかなと思う。なるほどなるほど。一回やりたいって言ってやめますだったら、何の話ってみんな思うと思う。まあ。そう、でも毎日、毎日じゃないけど、例えば Facebook とか Twitter で、毎日か毎週とか、あとブログの何記事かに自分のやりたいことを熱量で書いてたとしたら、見てる人は覚えてると思うんですよ。一回じゃ伝わんないけど、何回もそれを書いてたら覚えてて、そうしたらもうみんなリュウヤ君のドラマを見るわけですよ。リュウヤ君の人生でこういうものを目指してるんだなっていうのを何回も毎日こう見てて、でこういういいことがあって一歩進んだ、で一歩後退した、でもまた進んだっていう風なのを見てて、感情移入してたら急にやっぱりやめることになった。このなんだろうな、ちゃんと伝えてちゃんとやめる。一回やりたいって言って、しばらく時間取ってやめただと、もう言ったら存在しないのと同じなんですよ。確かに、そう、だからその2つが大事だと思う。なるほど。伝える、やめる、やっぱりやめなくてもいいんですけど結果やめることになったら、やめることも伝える、伝える、やめるってなんか人生で遊んでるみたいですそうそう、それが大事だと思う。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはい、 いろんな人いますよ、やっぱりこう毎日やりたいことがあるって言ってたら、いやそんな口ばっかじゃなくて行動しろよっていう人もいるけど、僕は毎日やっぱ言った方がいいと思う。なぜなら言ってたら、そういう風に批判してくる人もいれば、逆に応援するっていう人も来るから、やっぱ自分の夢を自分一人で叶えようっていうのって結構おこがましいことだと僕は思うんですよ。ほうほう。自分の中に溜めてて言わずにやってるって、結局一人でやってるってことじゃないですか。確かに、でも一人で夢叶えようって、そんな甘いことないよって思うんですよ。だから僕もやっぱりやりたいことがあったらこう言ったら、みんながこう助けてくれる、そう思ったらみんなでやる夢になっちゃうから、結構加速するんですよね。なるほど。だからやっぱりやりたいことは言った方がいい。なるほど。で言って言って、みんなに応援されまくって、それでも自分ができないって思った時には、それを正直に言ったらいいと思う。なるほどな、はいはい、なんか先週の話でも結局要は自分をさらけ、結局やでもそれなんだなっていうの全部それに繋がってくるんですよね。いやそうなんですよ。もう今これだけ SNS が発達しちゃったら、小手先のことってもう全然通用しなくて、
なんかこう僕も集客の相談とかされた時に、うん、どんな風な文章を書いたらいいですかって言われるけど、うん、そこじゃないんですよ、うんうん、でも DJ もそうじゃないですか、あの再生ボタンを押すまでがもう勝負じゃないですか、うんね、ある意味 DJ って、うん、要はその自分の人間性とかこういう曲を流したりとか、うん、こんな感じでやってるっていうことをオーディエンスに伝えてきてもらって、うん、お客さんとコミュニケーションを取って、そこであの再生ボタンを押すのが始まりじゃないですか、うんうん、そんな感じっすよ。ああ、わかるわかる、ね、僕もその前 DJ やった時に、うん、あんまりなんだろうな、うん、それまでって僕その、うん、その曲なんで流すのかとかそんな喋ってなかったんですけれども、なんかその場でこの曲はこういう意味があって、うん、でこうなんだろう、うん、で今僕が今こう思ってて、うん、それに今近いからこれかけますっていうのを話をしたら、なんか、ね、あの MC めっちゃ良かったでしょ、帰ってくるんですよ。でしょでしょ、うんうん、いやそうなんですよ。なんか本当に DJ ってやっぱ結局音言ってみたら音楽流してるだけだから、うんうんうん、どんだけいいみんなで盛り上げようと思っても、うん、流し始めたらもう、うん、やっぱりこう委ねるしかないんですよね。そうですね。それまでがやっぱ勝負なんです。確かに、うん。そんな感じっすよ。確かに。SNS も。なるほど。うん、いやーなんか、うん、いろいろ分かってきたって。いやーね。そうなんですよ。で、うんうん、そう考えたらこれって誰でもできることなんですよ。うんうん、誰もがそれぞれの人生生きてるから、うんうん、なんかすげえかっこいいことを言えとか、うん、めちゃめちゃこう正解を言えって言ってるわけじゃなくて、うん、僕の言う発信って正解なんてどうでもいいんですよ。うん、そう、自分が今どういう過程にいてどういうことをこう苦しんでて、うん、どういうことに嬉しかったのかっていうことを発信すれば、うん、絶対に龍也くん好きな人が見たら感動すると思うし、龍也くんのこと知らない人でも、うん、同じ状況にいる人がその記事とか投稿を読んだら、うん、あ俺と同じだって思って、すごく共感して、うんうん、こう仲良くなっていくっていう、そういうことなんですよ。そうなんですよ。なるほどな、いやすごい。すごい。いやすごい、なんか、うん、結局そこに帰ってくるなって、帰ってくるね、本当に大事なんですよね。なるほどな、うん、でもすごいですよ、それがもうほぼ無料でできるわけですから。うん、確かに SNS、 SNS 偉大ですわ。 SNS ぜひやってほしい、本当に。そう、でもさっきも言ったんですけど、 SNS って本当に両輪で、うん、自分のことを出すっていうことも大事だけど、うん、それと同じぐらい相手のことも見るっていう、うんうんうん、この2つがやっぱりこう、うんうんうん、ならないと、こっちだけに寄っちゃったら空回りしちゃうんで、うんうんうん、でこの聞くばっかりやってても、うん、あの人聞いてくれるけど何かよく分かんないよねみたいな感じになっちゃうので、うんうん、そこはやっぱね、意識してやったらすごい音になると思います、うん、なるほどな、うん、やりましょう。もっといろいろやっぱね、うん、SNS の時間もちゃんと取って、そう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 、うん、ちゃんと SNS をこう開くのが楽しいっていう、うんうんうん、やらされ感はね出しちゃよくないんで、うん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 、なるほどなるほど、そういうわけですよ。交流ツールですもん、交流ツールです、まさに本当に、うん、なるほどなるほど。いやー、SNS もっと活用していきます。いきましょう。そういうわけでね、ジャイアントナイト長井の龍龍也、簡単な方の龍の字が2個と、なりっていう字。なりですね。そう、龍龍也でツイッターやられてますんで、はい、ね、このイケメンのちょっと抜けた人柄に共感した人は、ぜひフォローして、よろしくお願いしてあげてください。お願いします。はい、じゃあ以上2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、ありがとうございました。DJ ワイドでした。